はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、現在オータムツアーヘイホーカップがリーグ対象ということになりまして、僕自身は現在下見まで終えた段階でリーグ70で10位というところにつけております。今日は動画としましてはヘイホーカップの1コース目、メイプルツリーハウス RX、 こちらを走り込んで攻略動画という形にしていこうと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ、ではね、メイプルツリーハウス RX は今回ヘイホーカップのかなりの得点源ということになっておりますので、僕自身も張り切ってやっていこうと思っております。いきなり勝負と言っても過言ではありません。さあ、キャラなんですけども、僕自身はこちらドンキーコングジュニアね、スーファミバージョン使っていこうと思います。レベル5、悪くないでしょう。マシンですね、マシンに関してはこちらね、ジャンプアクションプラスのついているメカメックほうき、ポイント解放2段階レベル5使っていきたいと思います。最後ですね、こちらドリームグライダー、現状レベル4と1/2なんですけど、こちらはレベル5まで強化をしてしまいましょう。ポイントブーストも上がります。そしてポイント解放の2段階目も、このコースは勝負なので、今回のリーグ戦の中でガンガンやっていきたいと思います。ではポイント上げておきましょう。はい、2段階解放までやってきました。スペシャルスキルがサンダープラスということで、なかなかね、ちょっとバフはかかりづらいとは思うんですけども、ポイントブーストに期待してやっていきたいと思いますということで、全て最適性オールレベル5、なるほど、やっていきましょう。はい、1レース目いきましょう。右側に分かりやすくカボチャがあるので、まず右から行こうかな。これも慣れは必要でしょうね、おそらくね。あ、ちょっと出口のカボチャに当ててくれなかったですね。さあ、あとはレベル5になったグライダーでどれぐらいコンボが続くのかというところですよね。よいしょ。さあ、あの辺はミニターボを出すのか、それともカボチャを取りに行くのか、大事なところになってくると思います。よいしょ。わあ、よいしょ。なんだ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 、コースをちゃんと走れてないぞ。よいしょ。これありがたいっすよね。よいしょ。あ、ジャンプアクションもカボチャも通れてないですね。まあ、メイプルツリーハウス非常にですね、コースが長いので、皆さんも走るの大変だと思いますけども、なんとかね、点数目指してやっていただきたいですね。先週はですね、仮にも、コインボックスキャラがね、リーグた、なんだ、最適性キャラにいましたので、走りやすかったんですけども、今週は残念ながら、あ、ここ持たねえな、ちゃんとやらないと。よいしょ。今の3連バナナは俺のじゃないんだな。自分で引っかかったけど、おっとおっとおっと。あとはコインボックスキャラじゃないのはね、すごく残念ですよね。で、またよいしょ、よいしょっと。このコース大変だな。なんか全然うまくいく気がしないぞ今のところ。よいしょ、よし、曲がれ。早めに曲がって、早めに曲がってもあそこのジャンプアクションもらえないですね。僕これ下見の時このコース最下位だったんですけど、全然順位がなんかこう上の方の順位で終われる気がしないんだけど今のところ。よいしょ。あららら、と飛べ、あらー、ちょっと待って、下見も最下位だったんだけど、俺下見が最下位だったせいでどれぐらいの点数を狙えばいいのか全く目処が立ってないんですよね、個人的に。下見以下、ひどいなこりゃ。はい、2レース目いきましょう。左ルートも試してみようかな。1,2,3,4 アクション、5アクション、6アクション。左側は6アクションでしたね、最大で。まあ、どっちにしても出口のところはコンボ続かないですね。多分6アクションだったと思うんですけど、間違えてたらごめんなさいね。よっ、よっ。
ルート1234567、右かな。やっぱりフルで狙うんだったら右っぽいっすね。はい、今のはちょっと軽い検証動画でした。1になれたぞ。おお、いきなり3万点弱までいった。素晴らしい。まあぶっちゃけしばらく1位になれないかなと思ってたんですけども、2レース目でいきなり1位になることができました。3万点弱までいきなり行くことができたので、目標は3万3000、まず3万3000点かなというふうに思います。この2レース目は右ルートがいいか左ルートがいいかっていう検証動画で終わらせようと思っていたので全く喋ってませんでしたけども、いい記録出せましたね。順位がどうか上がるか。 OK、 9位まで、8位までか、上がりましたね。なんとか7万点台まで早く持っていきたいところですね。見た感じね、頑張んないと。はい、4レース目いきましょう。記録出てる。すんごい黙ってやっちゃいましたし、すっごいビビたるアップなんですけども、142点上がりましたね。まあ、これは全部お見せするほどではなかったかな、レース内容としては。次行きましょう。はい、7レース目行きましょう。よし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 、これはナイスだった。これは今んとこナイスだよ。なんか抜かれてんな、危な。え、いや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 、何今の。え、
ちょっと信じられないんですけど、いやマジで3万5000いったやん今の。アクション数176、まあコインフィーバー、えっていうかこれフルコンだったんじゃないですか。そこまでめっちゃいい走りでしたよね。いや何最後の、あフルコンか、フルコンじゃねえないやちょっと待ってくれよ、今のはへこむわ。人のせいでへこむのすっごい嫌だ。うわは、まあまあまあコインフィーバー1回だからまだ出せないこともないと思うけど、結構へこみますね今のは。はい、順位が1個上がりました。まあ、もう1個上げろって言われるとちょっとこのレース中は厳しいと思うので、7位の中でできるだけ上に行けるように頑張ります。はい、10レース目いきましょう。最高点は出るかな。邪魔させないよ。よし、行ったろ。来たぜ、よかった。はい、前半でつまずきは若干ありましたが、まあアクション数さっきより少ないですね、残念ながら。コンボも途中で1回途切れてしまっておりますけども、なんとか170アクションで、ポイントブースト14,858の、35,364点、2600点ほど更新することができました。いやー一個満足な走りができてよかった。3万5000までいければと思ってたので、いやーよかったですね。ただコインフィーバー拾わずにこの点数なので、今回まだいけそうですね。頑張ろう、やる気になってきた。はい、13レース目いきましょう。you
来た。最後これ守ろうか。あ、途切れた。あ、でも超えたね。よし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 、さすがコインフィーバー。はい、最後余計な途切れがありましたけども、アクション数187、さすがですね。コインフィーバーというところですね。点数としては1900点ほど更新して3万7000点まで伸ばすことができました。これはめちゃめちゃでかい。しかもひょっとして上の順位いける？どう？あ、いってない。さすがに上の方が近くなってきましたけども、このコースだけで、上の方をまくることはできませんでしたね。 OK、 わかりました。はい、15レース目いきましょう。ということで今回はこのレースを一旦区切りラストにしたいなというふうに思ってます。まあ理由はまあある程度ね、もちろん時間もかかっちゃったからなんですけど、まあ記録的には悪くないかなと、3万7000点満足できてるよということでね、ここで区切りにしたいというふうに思っております。時間もかかるんですよ、このコース長いんでね。まあ、なんて言っても長い。よし、ここ軌道が安定しないんですけど、頑張って踏ん張って走るしかないんですよね、ここ。あ、途切れた。地味にね、なんだっけ、フルコンボを一回もできていなくて、その悔いはちょっと残るんですけども、まあ記録悪くないんでいいかなということにしましょう。よし、まあ、なんとか悪くない走りはお見せできてるかなというふうに思います。あ、ダメだ、ここコイン系絡まないとちょっとコンボ厳しいですよね。結構絡むことが多かったんだけどな、今のはちょっとダメでしたね。わあ、うわ、さすがに続かないか。この最終レースは厳しめですね。よいしょ。それでも3万点近くは行きそうな走りはできてますけどもね。よし、3万点ぐらいで最終レースを終わらせたいと思います。よいしょよいしょ。あ、いい点数でした、ありがとうございます。はい、トップ画面に戻ってまいりました。メイプルツリーハウス RX 記録としては 37,258 点、十分いい点数出せたんじゃないかなと個人的には思っております。まだ余地はね、若干残しつつではありますけども、すごくいい点数だったと思います。個人的な感想としては、コースとしてはもっともっとね、コース取りとか、あとは走りとか難しいのかなと思ったんですけど、案外ねやれることも限られていて、コンボもまあまあ稼げてね、悪くない走りがお見せできたんじゃないかなというふうに思っていて、ある程度ね満足しているところであります。皆さん、今日の動画の内容良かったよっていう方はですね、ぜひ高評価チャンネル登録していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では次回以降2コース目3コース目とどんどん攻略動画出していきますので、楽しみにしていてください。今日はここまでにしたいと思います。失礼します。